けみたいな。あーなるほど。すごいなんかあのこのしかもこうはめ方ってめちゃくちゃ独特でもなんかこの番組はこのスポンサーの提供だ。お送りします。回ってますよ。あ、もう回ってるんすね。あ、そんなもんかな。そう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 。もうざっくり。ざっくりと。さあ、皆さんどうも、こんにちは。ヤマイスクリーム講師のデスノリさんでございます。そして今日はなんとこの超超超超超ビッグゲスト、ボーカリスト、シンさんにお越しいただいております。お願いします。やったー、なんだこれ。お願いします。なんだこの図は。やばいです。いや、こちらこそよろしくお願いします。いつも見ております。いやいや、こちらこそもう、拝見しております。あ、嬉しいっす、マジで。ありがとうございます。うちのチャンネルもでかくなりましたね、本当に、ね。いやいやいや。ありがとうございます、本当に。本当に遊びに来させて。本当に。ありがとうございます。光栄です。いや、こちらこそ光栄でございます。今日は何をやってるかと言いますとですね。はい、まあ、ボーカリストの方と対談させていただく機会って、今までもいくつかあったんですけど、はい、その中で、その人の尊敬するボーカリストに関しての分析みたいなシリーズやることが。ありまして、はい、今日もちょっとそんな感じでボーカリスト分析、していきたいなと思ってまして。了解しました。そうなんです、はい、でですね、どなたを今日は取り上げていくかと申しますと、はい、ヤスさんですね。ヤスさんでございます。これはもう、はい、僕は多分、はい、その数あるカバーチャンネルの中でも、はい、多分そのヤスさんの曲を、はい、僕以上に歌ってる人多分いないんじゃないかなっていうくらい、いないヤスさんの曲はカバーね、さんさせて、まあね、本当に勝手ながらなんですけど、いやいやいや、ですよね。はい、カバーさせていただいてて、動画の一覧見た時に絶対1個入ってますもんね。絶対入ってますね。はい、入ってますから。最近ちょっとはい、ペースそんなに上げれてないんですけど、はいはいはい、前は本当に1ヶ月に1回はヤスさんの曲をカバーしようって自分で決めてたんですよ。あ、そうなんですね。 そうなんです。それくらいもうたくさんカバーさせていただこう。定期便だったんですね。定期便というかもうなんか、はい、その尊敬っていうと、はい、その歌始めたきっかけとかは、はい、やっぱそのまあビジュアル系になったのはガクトさんとか、あ、そうですよね。まあ、それからハイドさんとか、もっと正すとケミストリーさんとか、あ、はいはいはい、僕 あるんですけど、あったことあります。その、はい、ヤスさんに関しては、はい、やっぱりこうバンド始めて、はい、でその、まあ、ビビットってバンドやってたんですけど、ね、はい、そのやっぱメンバーが好きだったり、はい、あと地元の友達が、はい、でも本当に全員好きで。はい、で、ライブ DVD とか一緒に見たりして、はい、かっこいいなって思ってたんですけど、はい、やっぱり、その、自分でカバーチャンネルを立ち上げて、はい、その、ヤスさんの曲をたくさん、カバーさせていただいていく中で、はいはいはい、どんどんこう、尊敬っていうものが深くなっていくっていうか、あー、なるほど、なるほど。そう、なんか、入り込んでいくわけですね。そうです、なんかこう、触れることによって、で、やっぱカバーするって結構その、はいはい、深く触れるじゃないですか。そうですね。歌詞の世界観とか、うんうん、その、やっぱり歌、のね、特徴というか、特徴とか、歌い方とか、もうその、やっぱりこう、はいはい、リスペクトしてやらせていただいてるんで、そうですよね。その中で、うん、あ、ヤスさんってもしかしてこの曲に対してはこんな思いを込めてたのかなとか、いいですね。そうなんかなっていく中で、やっぱどんどんこう、尊敬っていうのが深くなっていって、はい、うわ、もちろん実はお会いしたこともあるんですけど、あ、はい、なんかその時もちろん尊敬しましたけど、はいはい、今、もうさらにこう、深く、高まってますね。高まっているというか。うわ。不思議ですよね。だからこう、カバーしていくうちに、こう、どんどんやっぱりこう、偉大さっていうのがさらに、もちろん、いや、そうですよね。偉大な方なんですけど。そうですよね。さらにこう、はい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 。深くなっていく。しかももちろん、ヤスさんの曲って難しいですから。これはね、本当に難しいです。うん、本当に難しいですから、ね。本当に難しいです。歌ってみるとびっくりみたいな。歌ってみるとびっくり。ことがあるんで、はい、その数々、ただその何曲を数々カバーされてきたシンさんなんで、はい、ヤスさんの特徴をですね、まあ、第三者目線でございますけれども、はい、まあ、独断と偏見でございますけれどもですね、特徴とかですね、こういうすごいところあるんだよみたいな。そういったポイントを今日お話ししていければと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じで、このチャンネルでは、日々発声関係の話、ボイトレ関係の話とか、はい、発信しておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。あと、Cさんのチャンネルもぜひ登録して、はい、お願いし、もうね、コラボしていただく予定が実はあるのでね。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。お邪魔します。いや、だから、このスクリーム系のカバーっていうのはなかなかできなくて、そうか、確かに。僕は、確かに。デスボーみたいにできないんですよ。そうか、そうか、一緒にコラボさせていただけたら、はい、どうしてもやりたい曲があって、ああ、それをちょっとやる予定なので、やった。じゃあ皆さんお楽しみにって、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。ということでじゃあ本編いきたいと思うんですけれどもですね、まあ、ヤスさんといえば、はい、スーパーボーカリストでございますけれども、まあ、いっぱいありますけど、はい、いっぱいあると思うんですけど、特徴大きく今日はシンさんになんと今日は3つですね。このなんだろうな、台本感あふれる3つ選んでいただきましたので、まあそのはい。多分その、はい、僕が思うですけど、はい、本当にこれはもう個人の主観ということ で、 そうです、ね、言わせていただくと、はい、まず一つ目は一つ目
実は、はい、すごく、はい、さらっとこう高い、はい、声を出してらっしゃるんですよ。そうですね。本当にこれ歌ってみた人じゃないとわからないと思うんですけど。確かに確かに確かに。この音域でずっとやるのみたいな。そうですよね。さらに転調するのみたいな。いや、そう、確かに確かに確かに。僕も結構ハイトーンボーカリストって、言われることが多いんですけど。そうですね。めちゃくちゃ、その印象ですよ。その僕でも、はいはいはい、これ2曲続けてとか勘弁してほしいなみたいなキーを、ずっとライブでやってらっしゃるじゃないですか。勘弁してほしいですね。そう、だから本当にすごいなっていう。いや、めっちゃわかりますね。特徴っていうか、もうだからこれはフィジカルギフテッドとか。与えられた力というか、軽く。そう。なんか、あれですよね。このままじゃあこの1個目に関して詳しく話しちゃうと、はい、なんでしょうね、まあ、ちょっとその音階の話になっちゃいますけど、うん、まあ、C とか B とか、すごい高いじゃないですか。はいはいはい。C5 とか B4 とかですね、はい。めっちゃ高いと思うんですよ。で、それが一瞬だけとか、サビだけとか出てくるんだったらまだいいんですけど、まあ、ジャンヌとか ABC、まあ、ヤスさんの曲とかって、はい、ちょっとだけずっと高いんですよね。ずっと高い。それが一番きついんですよね。それが一番きついんですよ。実は、瞬間的に高く上がる曲よりも、ね。なんとなく、80% ぐらいの曲が、マジでそう。続いてる曲の方が、で言うと、ビビットも結構多かったんですよ。ああ、はい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 。勘弁してくれよ、みたいな。まあ、メロを俺がつけてる曲とかもあるんですけど、なんか曲作るときって、あんま考えないじゃないですか。まあそうですよね。だから、いいとこをずっとやるんですけど、これ、ライブになった時に、あ、やめとけよかったみたいな、僕は思うんですけど、後悔してる。結構ヤスさんはそれを、はい、ライブとかの、はい、DVD とかも、すごい拝見させていただいたんですけど、はい、ずっとさらっと歌ってらっしゃる。さらっとやってますよね。そう。楽そう。喋るかのごとく。マジでそうですね。力が、だから、もちろん入ってるんですけど、はいはいはい、心とか力、入ってるんでしょうか。入ってますよね。いい感じの抜け感があるっていうか。めちゃくちゃ、なんでしょうね、こう、音があるじゃないですか。うん。芯がここしかなくて、はい。このコアとなる部分、はいはいはい、他はもうなんかふわふわみたいな。そうなんですよね。ピンってここは糸しっかり張ってるみたいな。だからなんですかね、はいはい、天使の歌声なんでしょう、ね、いや、そうですよ、はい、本当にクリスタルですよね。クリスタルボイスだな。めちゃくちゃクリスタル、はい、まあ、だから特徴っていうか、もうヤスさんの凄さみたいな感じになってしまう。ここは凄さですよ、ね、はい、それを感じましたね、僕は。間違いないです。たくさんカバーさせていただいて、間違いない、はい、これ、まあ外せない1個ですね。外せないですね、間違いない、はい、じゃあ2個目、はい、どんな感じですか2個目は、はい、まあ、これ、うんうん、僕がこうたくさんこうやすさんの曲を聴いて感じたことなんですけど、はい、まあ、個人的に感じたことなんですけど、割とストレートに歌うんですけど、そうですね、ビブラートとかかけないじゃないですか、やすさんって。そうですね、あんまり1個目の話と似てますよね、はい、こうなんか音程バーみたいな、そのカラオケの、うん、はいはい、こう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 ずっと歌いますよね。そうですね、ビブラートもそうですし、ただそのバーの中に若干の揺らぎがあるんですよね。はい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 、はい、微弱っていうか、あ、変わりますね。結構こう、よく聞かれる。だから、ギタリストでいう手癖みたいな。自然と入っちゃう。自然と入っちゃう。だからこれはもう本当に癖なのか、はいはいはい、多分歌いやすいのか、あ、分からないんですけど。確かに確かに。結構どの曲を聴いてみても、はい、それはなんとなくどこかしらに入ってるような気がしますね。めっちゃ分かる。それって、歌詞があるとしたら、はい、こうなんか歌詞の間に入るんですか、その終わりとか始まりに入るんですか。あ、でも、はい、例えば、はい、イエスとかだと、雨に打たれとか、あーみたいな。そこか。これは結構わかりやすく、パコって階段1個上がってるんですけど、確かに。ちょっとこう、0.5 段、0.5 段みたいな時もあるんですよ。おー !0.5 段上がって 0.5 段下がるみたいな時もあるんで、あ、なるほど。そうなんですよ。なんかこう、ビブラートではない、なんだろう、しゃくりとかフォールに若干近いけど、はいはい、それでもないみたいな。あ、なるほど。どこにも属さないんだな。そうですね。だからやっぱ独特な歌い方だなって思うんですけど、多分そのヤスさんのこう、じゃあ特徴を真似するってなったら、はいはい、そのちょっと角張った歌い方をあしたらするかもしれないです、僕。そっか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 、はい、確かにこう曲線じゃないかもしれない、ね、そうですね、曲線な時ももちろんですけど、まあまあまあもちろん、はい、曲調を捉えるっていうと、あ、ちょっとそのたまにこう入る階段を上がり下がりする微弱なそのめっちゃわかります揺らぎめっちゃみたいなのが僕はなんか、たくさんカバーして、はぁー。で、感じましたね。あ、それをじゃあ意識して歌ってらっしゃるんですね。そのカバーするときは。そうですね。ヤスさんの曲を歌うときは、そこはちょっと、いつもの自分ではあんまりやらない手法なので。なるほど、なるほど、なるほど。入れさせていただいて。取り入れてるわけですね。はい。ちなみになんですけど、はい、わがまま言っていいですか？はい。ちょっとその、角張った感じ、はい、もしかしたら視聴者の方が想像できてない人もいるかもしれないんで、あ、
ちょっとここは。ちょっと荷が重いですけど。だいぶ重いですけど、いや、本当に荷が重いですけど。トンですけども。本当に荷が重いですけど、まあ僕が解釈するっていう。ぜひぜひ。もう本当にこれは、ファンの皆さんに。いや、本当に。僕が解釈するっていうことで。嬉しいな。勘弁してほしいですけど。いや、嬉しいっすね。じゃあちょっとやってみます、ね。ちょっとお願いします。バンパイアとかね。あ、バンパイア、はい。特にこれは、さっき言ってた、階段一段バコって上がる。くるって。とこだなと思うんですけど。はいはい。かからあーなぞけーみたいな。あー、なるほど。多分これ聞いていただくと分かると思うんですけど。こう来た。音源が結構こうバコってなってます。めっちゃいい声ですよね。いやいや。マジで。歌声がやっぱりその、喋り声と歌声がやっぱこう、ちょっと鼻ずれちゃいますけど。あ、はい。歌声になった瞬間やっぱちょっと変わりますね。あ、本当ですか。変わりましたね。ありがとうございます。もう安さんイメージでもやっぱちょっとあるんですかね今のは。そうですね。今のはちょっといつもより、はいはいはい、ちょっと安さんの歌い方をちょっと意識して。スコーンっていう感じです、ね。はい、スコーンっていうか。やってました。そうで、うわ、すごい。皆さんこれ、リピートしてください、これ。マジで。ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。じゃあ、最後、はい、なんですけど、三つ目、これ僕面白いなと思ったんですけど、はい、どういうポイントでしたか？なんかこれ多分、その、ボーカリストで、はい、僕もその、歌詞とかを書かせていただくんで、そうですよね。思うことかもしれないんですけど。作詞も作曲もやられますから、ね。ありがとうございます。はい、すごいふわりっていうか、はい、言葉の詰め込み方が、はい、独特なんですよ、やつさんって。歌詞のですね。そう。ああ、なるほど。なんかこう、面白いな。なんだろう。例えば、はい、例えば、はいはい。アシトブラックチェリーさんの、はい、ブラックチェリーって曲があるんですけど、ブラックチェリーですね。はい、結構その、サビとかは、はい、A メロ、B メロサビとかは、はい、結構その、歌詞のハマりとかは、うん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 、結構、素直に。タン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 って、素直に、はいはい、パチパチてらっしゃるんですけど、パチパチ最後 のラスサビ終わった時に、はい、静かになるセクションがあって、はい、ちょっとジャジーなとこ。ジャジーなとこなんですけど、うん、けれどたまには今度私のことを思い出してっていう。そこね。そこが、俺だったらもうなんか、トゥン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 。あー。その、ダラ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 みたいな。ダラ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 。確かに、フィルインみたいにしてる。そうなんですよ。なんかすごいなんか、この、しかもこう、はめ方って、めちゃくちゃ独特。でもなんか、それまでゆったり流れてるから、そこが際立つっていう、あ、そうかも。ことでもしかしたら作ってるのかもしれないんですけど、そうかもしれないですね。結構この、こういう感じを受けるのが、多い気がします。安さんの曲は。なるほど、なるほど。そっか、たまにねじ込んできますよね。うん。確かに。っていうのをすごい僕は感じましたね。たくさんカバーしていく中で。そっか、そっか、そっか。で、しかもなんか、それでも、ちゃんと、滑舌がいいというか。滑舌がいいんですよ。滑舌がいいんですよ。滑舌がいいんですよ。それをちゃんと聞けるっていう。そう、聞けるし、あとなんかその、ちょっともやっとしてても、それがかっこよく聞こえるんで。あ、ずる、ずる。そう、それがね、全部いいじゃん。いいんですよ。ボーカリストとしてやっぱそこは、本当にこう表現の、声の表現とか歌詞の表現の仕方が、本当にこう、尊敬っていうか、参考にもしたいし、尊敬もしたいし、みたいな。そうです、ね、ところでございます。全くなんでしょうね。やっぱその発声が、それこそそのギフテッドだから、かもしれないですけど、うん、なんか全然崩れないですよね。そうですね。ずーっとどっしりこう、うん、クリアですけど。こんな歌詞のはめ方する人他にいます？逆に。いや、あんまり。あんまりいないですよね。思いつかないですね。タカ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 って。現代の曲、なんか今風の曲は、確かにこう、早いですけど、これとまた違うじゃないですか、はい。違いますね。ちょっと違うと思うんですけど。なんかその、なんだろうな、パキパキ早いですけど、うん、ヤスさんのなんかこう、うねうね早いというか、まだらにこう、そうですね、ダラ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 みたいな、トトトトンじゃなくて。もう、ヤスさん節なのかいや、本当にそうっすね。感じっていうか。だかもう、わざとじゃないんでしょうね。うん。そうなるんじゃないですか。多分こう、自分でやっぱ、こう、作曲されてるところ、時に、どういう順番かわかんないですけど、その、仮歌詞がもう、そういう風になんかなってて、ふわりが。そうか、そうか。か、もうメロから打ち込んでいくかわかんないですけど。そう、確かに。順番によるかもしれないです、ね。どっちなんですかね。確かに確かに。歌詞戦なのか歌詞戦なのか、歌詞戦っぽくないですか？僕も思いました。なんか歌詞戦で、この曲、思いました。この表現は絶対したいから、詰め込もうっていう方が、なんかこう、納得がいきます。納得いきます、ね。この感じだったら。それは思いますね。多分そうなるかもしれない。この辺を考えるのも楽しいですね。そうですね。いや、そっかそっか。これは僕が面白いなと思ったポイントの3つ。はい。名だったんですけれども。まあ本当に、勝手ながらというか。いや、勝手ながらも、ね、まあたくさんカバーさせていただいてる中で感じたことっていう。いや、もう。ことを話させていただきました。もう、概ね、すごく共感する部分が多かったです。よかったです。いや、ありがとうございます。いや、すごいです。視聴者の方々も、ボイトレ頑張ってる方多いんで、
陳さんの生声をですね、皆さんお耳届けてもらって、いや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 、すごくあの参考になった方もすごい多いと思います。本当ですか？いや、もうめちゃくちゃ多いと思います。本当ですか？本当にありがたい。ありがとうございます。ということでですね、今回ヤスさんの特集ですね、マドクダンの変化でございますけれども、分析していくという、企画をお送りしてまいりました。今日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンと、あと陳さんのチャンネルも含めてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、陳さんと私の動画をお送りいたしました。バイバイ。